はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今回はちょっと違った感じで撮影しておりますが、風の間にですね、買っていたグッズを紹介いたします。風なのにお店に行ってました、ここにある並んである3冊ですねを紹介したいと思います。今日は3月の5日木曜日でございます。現在午後9時、動画をね撮っております。じゃあ今回は開封はしないのでささっと紹介したいと思います。まずはこちら、電撃ジーズマガジン4月号になります。価格は1200円になります。海ちゃんがねドドンと表紙の雑誌で、これのメインは内容もそうなんですが、裏側ですね、こちらラブライブのラバーコードホルダー巻きリンパナになります。前回のジーズマガジンについていたのは2年生コンビだったので、2年生トリオですねがついていたので、今回は1年生になります。かわいいですよね。こちらがジーズマガジン4月号についてきます。海ちゃんがこうして大きく表紙に載っているので目立つと思います。まずこれが一つ、続いてこちらいけますかね、ジーズコミックのボリューム11になります。こちらも2015年の4月号、価格は880円でした。これは3年生の3人がメインですね。のぞみとニコとエリちゃん。ニコはね、真ん中でニコニコニーのポーズをとってます。で、こちらもラブライブ尽くしでございます。特別付録としてラブライブ 2.5 園田海がついてます。裏側にね、こうしてついてます。こちらも前後のジーズコミックにはほのかがついていました。今回は海ちゃんが付録としてついてきます。はい、これもねラブライブ3年生が表紙になっているので探しやすいかと思います。さあでは最後いきましょう。こちら電撃ジーズフェスティバルコミック、難しいですね、電撃ジーズフェスティバルコミックです。ボリューム40、こちらも同じく2015年の4月号になります。これがね一番軽くて一番高いです。このねジーズマガジンとか結構重たいんですけど、これはもうすごいぴょんぴょん跳ねるぐらい軽いです。ただこれが一番価格が高い、3600円税込みです。いやすごいですよね。しかも人気です。僕がいつも行ってるアニメイト2店舗とかヨドバシですね、すべて売り切れてます。まあ、なんとか僕はギリギリ確保していたので良かったんですが、すごいですね。ニコ巻きが表紙だから売れてるのか、まあ、海ちゃんのね、一番のメインであるこのシャワータペストリーがついてくるので売れてるのか。毎回これはなくなるんですかね。確か、ジーズフェスティバルコミックは2ヶ月に一遍とか、それぐらいの発売だったような気がするので、前回ラブライブのシャワータペストリーがついていた頃は買っていたと思います。裏面にこうしてシャワータペストリーがついてます。雑誌よりね、大きくなってます。これはサイズは迫力の155cm×70cm。ああ、確かにかなりでかいですよね。とりあえずこれが僕はゲットできてよかったです。雑誌系のレビューはもうしないかなと思うので、まあ、ここら辺についてる付録ですね。これはまとまったら一遍にレビューしたいと思います。なので当分はレビューないかなと思います。単にね、読んで楽しみたいと思います。それでは今回は風の間に買っていた商品の紹介でございました。SID の4巻、新しい4巻の方が発売が延期されたんですかね。なかなか見かけないのでまだ発売されていないと思います。でね、ここにはまだ読んでないんですけど、わし休みは勇者であるとか、封を切ってない前回の女神マガジンですね、3月号になります。これも早く読まなきゃいけません。それではまた次の動画でお会いしましょう。